チャールズ・リー、チャールズ・リー、1732年2月6日から1782年10月2日はイギリスの軍人であり、アメリカ・バージニア植民地の植民者である。リーはアメリカ独立戦争中は大陸軍の少将であった。ジョージ・ワシントンの追い落としを格索したことや、戦闘中にワシントンに反抗したことで悪評がある。 リーは1732年2月6日、イングランドのチェッシャー州で生まれた。十二歳の時すでにイギリス陸軍の将尉となっていた。フレンチインディアン戦争では、エドワード・ブラドック少将のもとに仕えた。この時、ジョージ・ワシントンやトマス・ゲージ、ホレイショ・ゲイツも、士官として加わっていた。アメリカでの従軍中に、リーは、モホーク族インディアンの州長の娘と結婚した。 モホーク族からは、たぎる言うと、眠らない魂というあだ名をもらった。リーは次に、ヨーロッパに渡り、ジョン・バーゴイン少将のもとで大佐となり、ポルトガルとポーランドを転戦した。さらに、ポーランドをスタニスワフ二世のもとで少将として、副官を務めた。イギリスに戻ると、もはや軍隊での生活を望まなかったので、1773年に、新大陸の植民地に行った。 植民地での戦争が避けられそうになく思われたとき、リーは植民地軍に志願した。大陸軍が結成されるとき、リーは最も軍歴が豊富なので当然自分が最高司令官に任命されるもとのを持っていた。しかし、リーはイギリス生まれであり、一風変わっていて、身なりも水ぼらしく、言葉遣いは荒く、何より悪いことに給与を求めていた。反乱軍に加わることで、 リーのイングランドにあった財産がすべて没収され、その代償を求めていた。対してワシントンは、真面目で、しっかりとしており、冷静で、そして何よりも良いことに、大陸会議が経費さえ払ってくれれば、給与なしで働くと言っていた。ワシントンは、政治的な駆け引きもうまく、南部出身の指揮官は、当初二人一組でニューイングラドの軍隊を指揮するようにした。 ワシントンが総司令官に選ばれ、リーはそれに次ぐものとして少々になった。リーは大陸軍の中では二番目にあると思っていたが、実際には健康状態が良くなかったもののアートマス。ボードが二番目の指揮官ということになった。リーは他の肩書きも受けることになった。1776年にはカナダ師団の指揮官となったが、一度もこの肩書きに、 ふさわしい任務に就くことはなかった。その代わりにリーは南部志願の最初の指揮官に指名され、6ヶ月間任務に就いたが本部に呼び戻された。1776年の終わり頃、リーのワシントンに対する敵対意識が現れるようになった。ワシントン取り出取り取り出からの撤退の間、リーは軍隊の中でブラブラ過ごし、続いて大陸会議のメンバーに手紙を送って、 リーこそがワシントンに代わって、総司令官につくべきだと強調し始めた。ちょうどこの頃、ワシントンが偶然リーからリード大佐に宛てた手紙を開封するとがあり、その中でリーは、ワシントンの指導力や能力を上げつらい、軍隊のひどい苦境をすべてワシントンの責任にしていた。この時、リーの軍隊はペンシルベニアでワシントン軍に合流するよう求められていたが、 リーはゆっくりと興奮していた。12月12日の夜、不可解にもリーは十数人の衛兵とニュージャージーのバスキングリッチにあるホワイトの酒場に泊まった。そこから本体までは三マイルしか離れていなかった。翌朝、イギリス軍の二十数名の騎馬偵察隊が部屋着姿で手紙を書いているリーを発見し即座に逮捕した。この偵察隊の中にはバナスター・タールトンがいた。 リーは大陸軍に囚われていたリチャード・プレスコット将軍との交換で釈放された。リーの悪評が立ったのは1778年6月のモンマスの戦いの時であった。ワシントンはリーに撤退しつつあるイギリス軍に対する攻撃を命じたがリーは逆に後退を命じてしまった。リーは前進しつつあったワシントンの部隊に直接駆け込んだのでワシントンは 部下の面前でリーを叱りつけた。リーは不適切な言葉で反応し、逮捕され戦闘の後で軍法会議にかけられた。リーは有罪とされ一年監視期間指揮官の任務から外された。リーが戦略的判断を誤ったのかどうかは明らかでない。リー自身は敵の数が勝っていたので交代は妥当と思った。 ヘンリー・クリントン将軍率いるイギリス軍の総勢は1万名であり、リーの部隊は5440名であった。しかし、リーは命令に従わず、公衆の面前で指揮官をなじる言葉を吐いた。リーは軍法会議の判断を覆す、要大陸会議に働きかけたが、これに失敗すると、ワシントンの人格を攻撃する手段に訴えた。リーの人望は落ちた。 ワシントンの副官ジョン・ローレンス大佐がリーに決闘を申し入れた。リーはこの時脇腹を撃たれて負傷した。リーは1780年1月10日に会食されフィラデルフィアに引退し、1782年10月2日に苦心だ。モンマスの戦いでのリーの交代理由は裏切りの可能性がある。リーが1777年3月にイギリス軍 ウィリアム・ハウ将軍の元に囚われている間にリーは大陸軍に対するイギリス軍の作成案を作成し、この時リーはイギリス軍からの脱走兵として告訴される恐れがあった。というのもリーが大陸軍に入った数日後までイギリス軍の中佐としての任務をやめていなかったからである。この時リーが作った手書きの作成案が1857年に ハウケの文書庫から見つかった、リー将軍にちなんで独立戦争中に名付けられたリートリではハドソン側のニュージャージー州側にあり、ニューヨーク州にあるワシントントントリデと向かい合っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。